れて帰ってきたのにすごい家の中がぐちゃぐちゃしてるとか、ご飯も作れてないとか、家から遠ざかってしまうということにもつながってしまいます。こんにちは、細木かおりです。今日も YouTube チャンネル始めます。今日はですね、され妻にならないためにということでお話をしていきたいなと思います。され妻、皆さんご存知でしょうか？知らない方もいらっしゃるんじゃないですかね。テレビとかメディアでよくね使われてますけれども、され妻っていうのはインターネット上の用語で、夫に浮気、不倫をされたことのある妻のことをされ妻と言うんだそうです。され妻か、これ絶対ほぼされ妻じゃんって思うんだけど、だって浮気不倫だよ。ほとんどの人気づかなくてもされ妻かもしれないよね、きっと。あ、どこまでが浮気ってありますよね。うん、そう。だから浮気の定義も人によっていろいろでしょうから、心も奪われてないけどタレで出かけたり、そういう時間を持つということが浮気というふうに言う人もいるんで、その定義によってですけれども、大半の人がされ妻になっちゃうのかみたいな感じはありますよね。ということで、今回いろいろアンケートの結果もありまして、まずされ妻という言葉を知っていますかっていうアンケートで、イエスと答えた人が 38%、 ノーという回答した人が 62% ということで、され妻っていう言葉を知ってる人の方が少ないということですよね。まあ、あとは特にですね、この六星占術の携帯サイト内でアンケートを取ったんですけれども、不倫したことはありますかという質問に対してイエスと答えた人が 8%、 ノーと答えた人が 92%、 そして不倫されたことはありますかという質問に対してイエスと答えた人が 11%、ノーと答えた人が 89% という結果になりました。まあ、世の中広く見ればもっと多いのかもしれませんけれども、この六星占術の携帯サイトをね愛用されている方は、不倫されたっていうね分野は少ない感じですね。次のアンケートですよ。不倫願望はありますか？イエスと答えた人が 25%、 ノーと答えた人が 75%。 不倫願望あるだなっていう人は 25% ね。そして不倫されたら離婚しますかという回答に対してはイエスと答えた人が 82%、 そしてノーと答えた人が 18% ということで、かなりの割合で不倫されたら離婚すると回答されている方が多いということですね。私もね、まあ、され妻って、まあ、なんとなく言葉自体はね、知ってましたけれども、特にこの、され妻という言われてる人の相談を受けることはすごく多いですね、やっぱり。不倫問題、浮気問題っていうことで、夫婦関係でのお悩み、ご相談を受けるっていうパターンすごく多いですし、昔はね、もう不倫とか浮気って男の人がするイメージでしたけれども、女性の方でも私不倫してるんですけれども、どうしたらいいでしょうとか、そういうご相談っていうことも結構増えてるなという感じもします。なんでこのされ妻っていう風な形で今日はお話ししていきますけれども、され妻にはなりたくないと思いますので、され妻にならないためにということで、まず一つ、女であることを忘れないということ。やっぱりこう結婚して近い関係になってしまうとですね、どうしてもパートナーに対しても配慮が欠けてしまう部分っていうのが多く出てくるんではないかなと思います。親しい中にも礼儀ありということで、いくらこう妻になっても母になってもですね、女性らしさっていうのを連れてはいけないんじゃないかなというふうに思います。例えばお風呂上がりに全裸で出てきて家の中を歩くっていう方もいらっしゃいますので、やっぱりそういうところを見ると、いくらねご主人でもはってこう萎えてしまう部分も出てくるかもしれませんし、いつでも女性らしいな、素敵だなって思われる要素っていうのは、長く愛されたければ持って帰ってきればいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、あとはすごいこう、もう結婚したから大丈夫、パートナーを得たから大丈夫と安心しきってしまって、暴飲暴食をしたりとか、自分の身なりにこう気を使わず、体型にも気を使わずっていうことになってしまうと、相手が浮気したり不倫したりっていうような状況にもなってしまうんじゃないかなと思いますので、そこも注意が必要かなと思います。いろんな意味で安心しきってしまうっていうのが一番ね、良くない結果につながってしまうというふうにもなりますので、心と心はつながって良き信頼関係を築いて安心感を得られるっていうのはとてもいいことですけれども、自分のね身なりだったりっていうところにもいつまでも意識して女性らしさを保っていくっていうことを忘れてはいけないんではないかなと思います。女性として見られなくなったらダメだと。そうですね、妻であり母であり女であるということを忘れちゃいけない。女と男として始まってますので、この初心の心、これを忘れちゃいけないなと思いますね、うん、次ですね、家を帰ってきたい環境にするということです。
どうしてもね、お子さんが小さいうちとかっていうのはすごい難しいと思うんですけれども、疲れて帰ってきたのにもうすごい家の中がぐちゃぐちゃしてるとか、忙しかったからご飯も作れてないとか、なんかこうほっと帰ってきて一息つきたいのにくつろげる空間がないというような状態だと、どうしても家に帰るのが億劫になってしまったりというようなことにもつながってしまいますので、ぜひその家の中の環境を整えておくっていうことも大事だと思います。外で働いて帰ってきて、あ、ほっと疲れた、ちょっと休みたいなと休息しに帰ってこようと思ってもですね、休息する場所がなかったりとか、休息する気持ちになれないっていう風になってしまうと、家から遠ざかってしまうということにもつながってしまいますので、整理整頓し環境を整えておくっていうことはとても大事なことじゃないかなと思います。共働きの方もすごく最近は増えていますけれども、しっかりこれは分担をしながら、休めるときは休むっていう時間を互いにね、持っていくっていうことも大切なんじゃないかなというふうに思いますね。そして次、夫婦の時間を持つということです。なかなかね、お子さんが小さいうちは難しいかもしれませんけれども、うちなんかでもですね、若夫婦は記念日だったりっていうところは大事にしなさいというふうに言っていて、そういう時は私たちが子供を預かって二人で出かけたりっていう時間を持つようにしてます。それは私たち自身も結婚が早かったので、その中で周りにもちょっとこう協力をしてもらいながら、子供が小さくてもですね、1年1回2回は二人の時間を持つということを心がけてきました。特に子供っていうのはあっという間に大きくなって、当然のことながら親の元から巣立っていきます。巣立ってから夫婦2人に逆に戻った時に、今度どう接していいかわからないっていう方もすごく多いです。いきなりじゃあ20年後に夫婦2人の時間をまた戻しましょうって言っても、何を会話していいかわかんないっていうような形にもなってしまいますので、継続してそういう習慣を持つということはとても大切なことなんじゃないかなと思いますね。共通するものとかないときつくなりますよね。いやー、きつくなりますね。最初のうちは、まあ、子供のこと、教育方針についてだったりとか、会話もあるかもしれませんけど、これ完全に子供が大きくなって自立して、自分たちの家庭を持ったり、自分で決断して人生を歩んでいくようになるとですね、なかなかその共通した会話だったりっていうのも見つけにくくなってきますし、ですが、共にできるようなことを見つけていくっていうことが、老後に向けてはとても大切なことになるんじゃないかなと思います。何からしようっていう方は、一緒に会話が苦手なら映画を一緒に見に行くとかでもいいと思いますし、美味しいものを食べて共に共感を得るっていうことでもいいですし、ちょっとしたようなことからね、始めてみるっていうことが大切なんじゃないかなというふうに思います。いかがだったでしょうか。チャレ妻にならないために、あまりですね、相手に期待せず、そして男女の質の違いということも理解しながら、今から良き時間を作っていくっていうことがとても大切だと思います。結婚しても安心して安心せずに、母であり妻であり女であるという、どこかそれをね、意識しながら生活してみるといいんじゃないでしょうか。ためになる話や私のプライベートを公開しています。高評価、チャンネルの登録をぜひよろしくお願いします。